やる時間が多くなれば多くなるほど人っていうのは無駄にしちゃうんですよ。負担身につけてしまえばですね、やるのがそんなに苦じゃないので、だからどんだけやる気がなくてもそこからはスイッチが入るという、もうやり始めるってことが一番大事なんです。さあ、では始まりました、もいとちゃんねるです。今回はですね、今ですね、この動画が上がっている時期は夏休み前なのでですね、やはり夏休みどうやって勉強したらいいかっていうですね、そういった悩みにちょこっと答えようかなと思っています。まあ夏っていうのはですね、よくまあ苦手科目を克服したりとか、その夏になって今まで遅れていた分を取り戻すんだなんていうふうによく言われますよね。で、そんな中で、まあ、どうやって計画を立てたらいいんですかとかですね、何やったらいいですかっていう質問がすごく多いので、そこにちょこっと答えようかなと思いますね。まず最初ですね、その夏休みやるときって、まあ、いろんな勉強法あると思うんですよ。で、大きく分けるとですね、2つあると思っててですね、タスク型でやる人と時間型でやる人がいると思うんですよね。どういうことかっていうと、今日はこっからここまでやるんだっていうふうに決める人ですね。で、それがタスク型ですね。まあ、世界史でも、何でもいいですけど、日本史とか物理とかでも、ここからここのページまでやるとか、今回はここからここまでを覚えるまでやるんだとかっていうふうに、立てる人ですね。そして時間型の人っていうのはですね、何時から何時までこれをやるっていうふうに決める人ですね。例えば朝起きて9時から12時まではこれをやるとかですね、この数学のこれをやるんだとかで、ご飯食べて1時からこれはですね、1時から2時まではこれをやるとかっていうふうに決める時間型がいると思いますね。で、どちらもですね、大体うまくいきません。そうなんですよ、人間そんな風にできてませんのでですね、予定通りに動いていたらですね、みんな学力はガンガン上がるし、みんなですね、ガンガン合格する、わけですけど、そんな風にはですね、なっておりませんのでですね、残念ながらですね、そうはできていません。で、まあそれぞれまずですね、問題点をですね、話していくんですけども、まずタスク型の人ですね、終わらないことが多いですね。ぶっちゃけそうじゃないですか。で、こっからここまで全部覚えるとかってやったりとか、こっからここまでの何ページを終わらせるって決めた人、終わんないことが多いですね。結局、負債を抱えちゃうわけです。あ、これ終わんなかったから次の日にとかですね。あ、これ終わんなかったら週から週末にとかってやっちゃうと、どん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 ですね、詰まっていってしまって、できなくなっちゃうっていうですね。そういったものが、まあ、典型的というか、一番よくあるパターンですね。こんだけやるんだっていうですね、すごくでかい目標を立てすぎて、できないってやつですね。時間型の人っていうのは、これもうまくいきません。ですね。で、一番よく起こるどういう問題があるかっていうと、9時から始めて、よし、12時までやるぞっていうですね、定時で立てがちなんですよ。ですね。よくわかりますよ。自分だって受験生だったからですね、やるのを、ですね、こういうことをやっていたのでよくわかるんですけど、そういうことをやっちゃうとどういうことが起きるかっていうと、9時10分になってしまった時とかですね。ああ、しまった。朝ごはん食べてなんか準備したりして、してたら、ああ、9時10分になっちゃったっていう人ですね。始めなくなっちゃうんですよ。9時10分になっちゃったから、ああ、いいや、ですね。ちょっと過ぎちゃったから、9時半ですね。霧のいいとこで始めようとか、ちゃいますね。で、それで、いいや、じゃあその20分くらい漫画読もうとか、ゲームやろうとか、遊ぼうっていう風にやってたら、あ、しまった、30分ちょっと過ぎちった、ですね。ああ、だから、やるのは10時からにしようとかってやって、どん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 ですね、中途半端な時間になるとやらないっていうですね、人が出ちゃいますね。で、これ、すごく危険でしょ。9時から始める予定だったのに、結局11時から始めるようになっちゃうとかですね、そういうの非常によく起こりがちですね。で、で、さらには、時間で区切っちゃうとですね、こう、特に、どっからどこまでをやるっていう目的がないので、で、まあ、いっか、これぐらいでっていうふうにね、まあ、3ページぐらいやって、ちょうど、あ、11時50分だ、あと10分ぐらいは、いいや、10分じゃ次のやつ終わんないだろうから、よし、これでもう OK にしようとかっていうふうにですね、なっちゃって、結局、ほんのちょっとしかできないとかっていうことが起こりがちですね。これが時間型の非常に問題点ですね。で、どちらもまあだから問題点があるわけなんですよ。で、うまく折衷案というかっていうのを作んなきゃいけないわけです。
大まかな計画はあった方がですね、細かくやった方がいいっていう人もいますけど、細かくやっても大体うまくいかないんですよですね。大体これぐらいまでは終わらせるっていう計画は立てといた方がいいです。1週間でこれぐらいは大体終わらせるんだっていう計画は立てておいて、その上でですね、この時間は区切ったりしない方がいいですね。細かく、どちらもそうですが、この範囲を終わらせるっていうのも細かくやりすぎないですね。そして時間も細かくやりすぎないっていうのがコツだと思っています。で、だから別に定時じゃなくても始めなさいですね。10分とか14分、13分とかでもいいんです。それでも始めるっていう癖をつけておいてください。で、一番大事なのはルーティーンをつけることだと思っているので、自分自身はですね。どういうのを毎日やるかっていうのを決めておくことです。で、だから自分がどういうふうにやってたかっていうと、それも朝起きたらこれとかですね。いうふうに、昼のこの時間はこれ、夜のこの時間はこれを絶対やるみたいなのをつけておくのが一番いいですね。ルーティンっていうのはですね、一旦身につけてしまえばですね、やるのがそんなに苦じゃないので、だからおすすめなんですよね。で、もちろん、夏期講習とかね、ある場合っていうのは、それが一番いいんですよ。ペースメーカーになるわけですよ。なんかね、多くの人が、このやる時間がたくさんできればいいと思ってますけど、やる時間が多くなれば多くなるほど、人っていうのは無駄にしちゃうんですよ。ね、それよりは、忙しくて隙間時間ですね、があった方が、人っていうのは勉強するんですよ。ね、実はそう、短期集中の方がですね、できたりするんですよ。うん、だから、なんかね、私立文系って、このですね、いいな、羨ましいな、とかですね、一個の教科にすごい時間割けるっていうけど、実は国立のですね、こう、時間が狭まってる方がですね、うまくいったりするわけですよね、実はね。はい。だからそういうこともあるわけなんですよ。具体的にですね、どういうふうに自分がやってたかっていうのをですね、紹介していきますね。このルーティーンですね。まずですね、朝起きて、で、これをやるみたいなのをですね、必ず決めていました。まあ大体ね、講習があったんで、夏期講習あったんで、それはうまくいかなかったんですけど、あとはバイトしてたんで、早朝ね。早朝バイトして、バイト終わって戻ったら、で、世界史の復習とか、なんかの復習っていう風に決めてましたね。はい。で、講習ある場合だったら、で、予習も必要だったんで、予習とかっていう風にですね、決めてました。で、講師がない場合っていうのはですね、なかなかですね、そうです、定時に始めようが出ちゃうので、怠けちゃう傾向があったんですけども、必ず3時に英語のラジオを聞くっていうですね、のを決めてました。当時は英会話入門だったかな、だったと思うんですけど、NHK のラジオを聞くっていうですね、のをですね、ルーティンにしてたんですよ。だからどんだけやる気がなくても、そこからはスイッチが入るというか、ラジオなんで、まあただ聞き流してるというか、自分の受け身なんで、スイッチ入れちゃえばもう勝手に始まっちゃうじゃないですか。だから逃げられないというか、そういったものもあって、こう自分で読み出すとか自分で書き出すっていうのをしなくてよかったので、もうそれで、で、だらけていてもそれが始まると、そこでこうですね、だんだん集中してきて、そしてやり始めるっていうわけなんですね。なんでそこから、あ、さあやらなきゃ勉強しなきゃとかっていうふうに勉強したわけです。で、移動時間だったらもう必ず単語をやるとかね。決めてました。もう移動してる時間は、単語をやると。で、寝る前には必ず古文の勉強をするとかっていう風に決めてました。で、テレビを見てる時間は必ず数学をやるとかね、決めてたんですよ。あんまり良くないですよ。良くないですけど、僕テレビ見ながら必ず数学やるっていうですね、そういう習慣にしてたんで、見たいテレビがあった場合は、ね、自動的にもう数学の問題を解かなきゃいけないっていうですね、そういうルーティンにしてました。で、寝る前には世界史のですね、当時はカセットテープでしたけど、カセットテープの一問一答を聞きながら、で、それをこう答えながら、ね、だんだんと眠くなっていって寝るっていうですね、そういうルーティーンを必ずつけてましたね。で、そのそれぞれの間にですね、いろんな教科、世界史やったりとか、倫理やったりとか、科学やったりとかってですね、そういうふうに決めていたんですね。はい。で、こういった形でですね、ルーティーンを要所要所に置いておくと、やる気がなかったですね、何にもやらなかったって時もやるようになるっていうですね、こういう、利点があります。で、よく言われるんですよ。やる気なんてものはですね、なんかやる気を入れる方法なんつうのはですね、ないんだとかっていうですね、研究があったりしますよね。やる気スイッチなどはなくて、もうやり始めるってことが一番大事なんです。やり始めれば、自分で、あ、乗ってきたなとか、お、
せ、ああ、できるぞとかっていうのが出てくるんですね。とにかくやり始めが肝心である。やり始めない人がすごく多すぎるっていうですね、のがとってもあるので、まずはそうです。まずはやるですね。で、このルーティンっていうのはそのやるっていう機会を作ってくれるのにとってもいいわけですね。ああ、もうこうなったら必ずこれやんなきゃっていうですね、そのやる癖がついているので、やるきっかけを作るっていうのに、このルーティンっていうのは非常に役立つっていうわけなんですね。Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.